法の歴史、または法政史は、どのように法が進化し、なぜ法が変わってきたのかを研究する、学問上の一分野である。法政史は、文明の発展と密接に結びついており、社会史という分類の参加に位置づけられている。法律学者や法政史学者の間において、法政史は、主治の法的概念の起源を、よりよく理解するための一手段であって、 法の進化を記録するものであると捉えられている。還元すれば、これは知的栄意に係る歴史学の一部である。20世紀の歴史からは、法政史を社会史学者らの考えに立脚した上で、より序列の整えられた規範概念であると見た。彼らは、法体系を市民社会の要請に応じて、行政府、立法府が必要的に法体系中の 各要素を変化させ、適用し、開配を施すための、ある複雑な機構であると見たのである。このような法制志学者らは、法の運用において、複数の解釈が存立しうる中、信頼性の確保可能な方法による、社会科学研究の結果を用いて、事例を分析する傾向にある。事例の分析等を行うことによって、法制度、判例法、 民法等の詳細を分析し始めたのである。紀元前3000年頃にまで及ぶ古代エジプトの法律には12編に分別された民法があった。それは伝統の重視、修辞的な文言、社会的平等性の尊重、公平性の重視を特徴とするマートの概念に基づいていた。紀元前22世紀頃までに古代シュメールの支配者であるウルナムムは、 平易な表現からなる、現存するうちで最初の法典を策定した。ハンムラビ王は、紀元前1760年頃、バビロニア法典を発展させた。ハンムラビ王は、バビロニアの至るところにこの法典を散在させ、国民が閲覧できるように体制を整えた。これは、ハンムラビ法典として知られる。この法典の全体は、19世紀に、 英国の宗教学者によって発見された後、英訳ドイツ語及びフランス語を含む様々な言語に完全に本字され、翻訳されるに至った。古代ギリシア語は抽象的な概念としての法律に相当する単語を持たなかったが、神の起きて人間法、慣習という区別をしていた。しかし古代ギリシアの法律は、 民主主義の発展に伴う国政の革新を伴っていた。古代インドと中国は独特の伝統を持ち、歴史的に独立した法理論及びその教育機関を持っていた。紀元前400年頃からの実理論と紀元前100年頃からのマヌ法典はインドの有力な論文であり、権威ある法的参考文献とされていた。後者の根底に流れる哲学的思想は、 寛容多元主義であり、東南アジアにおいて広く浸透した。しかし、ヒンドゥー教の伝統とも言うべき、この思想は、イスラム法とともに、インドが大英帝国の一部となった際に、コモンローにとって変わられた。マレーシア、ブルネー、シンガポール、香港も同法を採択した。東アジアの法的伝統は、世俗的及び宗教的な影響を、独自に、 法理論体系の中に織り込んだものである。日本はフランス系のものを輸入することで率先してその法制度を近代化線とする最初の国であったが、その法理論体系は主としてドイツ法に依存するものであった。これは19世紀後半におけるドイツの社会的地位や影響力をその背景、その根拠としてドイツ法を部分的に反映したものである。同様に、 伝統的な中国の法律は、新朝の晩年に近づくにつれ、ドイツ法を導入した日本の法体系を参考に、六辺の司法の形式をもって西洋化を遂げるに至った。今日、台湾における法は、逃亡した小介石ら国家主義者と、1949年に中国本土を支配した毛沢東の共産主義者の分裂のために、その時代の法と最も神話性を持っている。 また、中国は、ソビエト社会主義法の影響を強く受けており、司法の権利を犠牲にして、行政法が本質的にその法体系の大部分を占めている。しかしながら、今日、急速な工業化のために、少なくとも、経済的の面で中国は大きく変革を迎えている。1999年の新しい契約法は、管理主義から離れたことを示していると見て良い。さらに、 加盟交渉が15年続いた後、2001年に中国は世界貿易機関に加盟したのだ。カトリック教会の法の歴史はカトリック教会法の歴史であり、西洋で最も古くから存在している法制度である。教会法はローマ法よりもずっと後で成立することとなるが、近代ヨーロッパにおける民法の大改正よりも前に成立した。 世俗法と教会法の間の文化交流は、ある集団を生み出し、司法と一般法の両方に大きな影響を与えた。ラテン式教会法の歴史は、四つに大別することが可能である。ジャス・アンティークム、ジャス・ノブム、ジャス・ノ・オビソムム、教会法である。これら法律の区分を用いた場合、歴史上で成立した法典はすべて分類することが可能である。 欧州東部の教会法は別途発展した。20世紀には教会法が包括的に成分化された。1917年5月27日、ベネディクト15世は1917年教会法を成分化した。ヨハネ23世は第2バチカン公会議を招集する意思と合わせて教会法改正の意思を表し、1983年1月25日に、 ヨハネ・パウロ2世によって1983年教会法として交付された。1990年10月18日、東部教会の教会規範を交付することによって、東部カトリック教会23のすべてに共通の法的規定を交付するに至った。中世に発展した主要な法制度の一つは、イスラム法と法学であった。重要な多くの法律機関は、イスラム法。 法学の古典記にイスラム法学者によって開発された。このような機関の一つは初期の非公式価値移転機構であるハワラであり、これは8世紀早くもイスラム法学の教科書に言及されている。同機構自身は後にフランス法、イタリア法の発展にそれぞれ影響を与えた。ローマ法はギリシャの教えに大きく影響された。同法は ローマ帝国の勃興と衰退の間の何世紀にもわたり、現代の法的世界への架け橋を形成してきたと言える。ローマ法は、共和制ローマ、ローマ帝国時代にはその定めるところが厳しくあり、専門的な法律上の階級はなかった。その代わりとして、陽道な人物、すなわち裁判官が、私人間の紛争に判決を下すため、選出された。 この体制にかかる証拠は報告されていないので、その判例法理がいかなるものであったか、知る術は存在しない。各紛争にかかる判決は、今日の司法制度の判例の重要性を体現している国の法律を予定するものであった。東ローマ帝国時代の6世紀に皇帝ユスティニアヌス一世は、ローマに存在していた法律を成文化し、統合した結果、法文の総量は、 従前のものと比較すると20分の1となった。これは、ローマ法大前として知られるようになった。法制史学者の一人が書いたように、ユスティニアヌスは、意識的に、ローマ法の黄金時代を振り返り、ローマ法を3世紀前の最盛期に戻すことを目指していたのだ。キング・ジョン・オブ・イングランド・サインズ、ザ・マグナカルタ・タビザンチン帝国時代には、ローマ法大前は拡張され、 帝国が崩壊する時期まで施政されたが、これが正式に西洋に導入されたことはなかった。代わりに西洋帝国の崩壊と旧ローマ国家の下という背景下で支配階級はテオドシウス法典に基づいてゲールことゲルマン法を施行した。ローマ法廷制度が崩壊して以来法律上の紛争は堅実な法的手続きの中で育まれた弁護士集会。 証言に大きく依存していた高等審理によるところ、ドイツの監修法を参考にした判決を受けた。西側諸国の大部分がカール大帝のもとに統合された後、法律が一元化され、王室裁判制度が強化されて、判例法が強化され、さらには人民の権利が廃止された。しかし、同帝国が決定的に分断されれば、ヨーロッパは封建主義的になり、 法律は一般的に軍、市町村または軍の段階以上で統治されなくなる。そのため市民に向け一般化された判例法に基づく監修法の発展を支持することとなる。しかし11世紀にはビサンチン帝国を略奪した十字軍がユスティニアヌス法典を含むビサンチン法典を持ち帰った。ボローニャ大学の学者らは彼ら自身の監修法を解釈するため、 これを初めて使用した。中世ヨーロッパの法学者らはローマ法を研究し、その概念を用い始めた。また、世界の大部分において現代司法としてローマ法理念が部分的な復活の道をたどるに至った。しかしながら、司法が中世末期の大部分において監修法に匹敵するに至るまでは大きな反発があった。中世イギリスに、 ノルマンの法的概念を導入したノルマンコンクエスト後、イギリス国王家の強力な裁判官は、コモンローとなった先例を開発した。特に、ヘンリー2世は、法的改革を行い、ウェストミンスターに住んで王国を旅した、少数の裁判官によって行われた、王立法廷の制度を開発した。ヘンリー2世はまた、1166年に、クラレンドンの立法府を定めた。 これにより、陪審員審判が可能となり、当事者の決闘裁判が減少した。フランスのルイ九世はまた、大規模な法制改革を行い、教会裁判手続きに触発され、教会法及び尋問審判制度の根拠を、法律法廷に求め、拡大させた。また、裁判官は、その担当する範囲が固定されなくなり、陪審員は、保安官ではなく、 法的紛争の当事者によって指名された。さらに、10世紀まで半座同盟によって固められた北欧の貿易習慣に最初に設立された法証人は、商業者が多数の地元の法律ではなく、よく知られた基準を使って取引できるよう、形を整えた。近代商法の前身である、この団体は、契約の自由、財産の譲渡可能性を強調した。 現代ヨーロッパにおける法体系は大きく二つ、大陸諸国の大部分で採用される成分法とイギリスの伝統的な判例法である。18世紀から19世紀にかけての国家主義の進展に伴い、国際召喚集法は新しい司法のもと国の法律に組み込まれた。これらのうち、フランスのナポレオン法典とドイツ民法典が最もその影響を受けた。 大文字版、小文字版で構成されている英語の一般法とは、対照的に小冊子の法典は使用しやすく、売信員にとっては適用するのが容易である。しかし、今日、民法と一般法とが修練しているという兆候がある。EU 法は条約で成分化されているが、欧州司法裁判所が定める判例を通じて発展している。アメリカの法制度は、 主にイギリスのコモンローから成立した。事前規定主義や共同体財産など、スペイン法のいくつかの概念は、1848年までメキシコ活用地であった一部の米国の州でも依然として存続している。連邦主義の原則のもとでは、各州には独自の裁判制度と連邦政府に留保されていない地域内で法律を制定する能力がある。 ありがとうございます。